3歳になったばかりの皆位収集家、木原勝です。えー、なんせ暑がりなもんで、これからの季節が心配なプロレスラー、松山勘十郎です。うん はい暑がりだったり寒がりだったり最近ちょっと変な体の調子がおかしい日月亜子です体だけはい。大変やろ毎回こう突っ込むのやめてもらっていいですかえここはほら掴みじゃないですかそういうお年頃なんですよもう一人もう一人いるもう一人い。回を体験して寒くなりたいデレクターの捧げです寒くなりたいね暑くなるそうなんですよね今日は六月の十四日ですね六月ももう半ばですかうん これ季節的にどうなんでしょうね、やっぱ、あの雨とかが続くような、あれなんですかね。ぼちぼち、なんかね、始まるのかな。としてそうな感じ、嫌やな。嫌ですね。はい、五月の十日だけにね。まだね、収録収録みたいそうですよ。はい。さて、今回のお便りは。まだちょっとね、感想というか。ね。 はいでしょ、ね、はいじゃあ私から群馬県緑市の佐藤さんからです、うん、群馬県からありがとうございますいつも興味深いお話ありがとうございますどういたしましてありがとうございますさて学校会談は成立しない件について言いたいことがあります、うんうん 木原さんはかねてより、学校の教室は放課後、鍵がかけられるから、うん、放課後の教室で人知れず体験する会談は信憑性に欠けると話しております。はい、しかし、私の通っていた小学校、中学校及び高校の教室には放課後鍵はかかっていませんでした。私が高校を卒業したのは昭和63年なので、うん、昔といえば昔ですが間違いありません。うん 各地方により警備の考え方に違いがあるのだと思います、うん、残念ながら最近どうなっているかは確認していませんが、うん、学校の出入りには厳重,厳重に注意をして校内は昔のままかもしれませんね、うん、木原さんの取材,取材した学校階段日の目を見ることになる学校階段が多数発見されて多数発表されることを祈りますと。うん、なるほどねあのー 重要なことはねあらゆるものに対して個々の対応の話をしているのでは前に進めないことが多かったりはします、えー、私が話したのはあくまでもねあの学,校の会学校の教室には鍵がかかるというのって全部がそうであるということを,を題材にしているということよりも問題はね,、えっとねえー、こういうことによるテンプレート上ということが、うん あるからです、うんうん、つまり、あのー、学校の教室に鍵がないかのごとく忘れ物を夕方遅くになって取りに行ったら、うん、ガラッと教室を開けて入った時ですいわゆる鍵にと、うんうん、ということだったりすするわけですね、うん、だから鍵のない教室,がああ教室や学校があるんだったらば多分ね前もって言うはずなんですよ。私の学校って面白い学校で教室に鍵ついてないんですよ っていうとこころかからら始まるれはテンプレートになっているテンプレートっていうかいわゆる形の決まった定規みたいな考え方のひな形みたいに思ってくださいっていうとこですけれどもほとんどの学校は鍵が教室窓にはついてるんですよ。で話にはついてないごとく進んでいくからっていうのっておかしいつまり取りに行く前から開いてることが前提で入ってくるわけです。 で気にもせずガラッと開いてあっあったあったと思ったらそこに人がいたっていう話があったりするだとかっていうなるわけですね。でこれは鍵がかかっているとかいないとかっていう問題がかかってくるのと,どと同時に大人が介入しないように職員室をスルースしていますっていう話が多すぎるっていうことも意味してるんですよ。うそそそそもそもまずこここかかららでででしょっていうことで、ね、うととすすね職職員員室室にに鍵があるからです、うん、別にだからその子は一旦職員に行こうと ストレートに最初から思わずに行くわけです、うん、っていうとこだけどその子も教室でやってたら1回や2回自分が鍵を閉めたり開けたりっていう行為をしてるはずですからそれをするためにはまず職員室によるっていう行為があ頭をよぎってなければならないんですがよぎることなく空いてる前提でそのまんま入って教室に行くのってどうなの鍵はかかってなかったとしても、うん、一言言いにまず行ったりとかね、うん、やっぱそうなもんですよ、ねええ、いやされたら困るんです、うん、つまりそこに 行ったらおい帰ったはずなんでお前がいるんだっていう大人の介入があるからです階段が成立しなくなってくる,る大人がついてくると、うん、階段の成立がなくなるかもわからないっていうことが話の中に入ってるわけですね、うん、だから階その学校の階段を作るというテンプレートの中に余計な形の凹みがあってもらっては困るわけですねっていうのが多かったりするわけですうん、うん、これはねあのー、新耳袋の中で 学校の階段という章がないんだけれども、うん、学校の階段そのものは点在してるんですよ。まあないわけじゃないんですもんね、うん、学校で起こった階というのは。そうだから1個や2個の成立は、うんあのー、あったりする場合もあるかもわからないけど。うん 全部まとめて一緒にしてしまうと、うん、なぜ職員数に立ち寄るだとか、うん、鍵を気にするだとか空いてないだとかっていうところに抵触するような、うん、当たり前の学校の所作が入ってないのだというか抜いて話が成立してるんだっていうことというのが、うん、を疑問に思うから、うん、学校の階段怪しいぞっていうつまり子どもの読み物としては OK なんですようん、うん、っていうところですけども。うん、体験談的にというのを集めて 来ると、うん、なんで全部がそうなんやって集めると浮かび上がってくるものと言えばいいですかだから例えば一つの絵にデコボコがある二、うん、つの絵に違う形のデコボコがある三 <laughs>、うん、つ目のデコボコ四つ目五つ目六つ目七つ目九つ目っていうことをやっていく、うん、あのー、トップガンマーベリックにあるけれども、うん、こ,こんなデコボコした谷間 エリア88にもありますけど、うん、こんなとこ通られへんやんかっていうふうに言うと、うん、ちょっと見てくれっていうね全部の凸凹を重ねるとちょうど真ん中あたりに全然触れへん部分の回廊みたいに出来上がるだろうっていうとこだから、うん、このルートを飛んでいくとどの岩場にもぶつからないっていう谷間が出来上がるっていう考え方が、あのー、ありますっていうのと、うん、あのよく似ていて。うん、その谷間ばっかり やはり、そのどこにも定職しないところばっかりで学校の階段ができているって、どうなのと思ってるというところが大きかったりするわけですね。だから、あのー、うちの学校に鍵がついてなかったという学校はあるでしょうか、まあ。もちろんあると思います。逆の書いてみると、みんな当たり前のように言ってるけれども、うん、うちの学校には音楽室はありませんでしたっていう話もあるはずなんです。うんうん、で、うちの学 学校にはみんな言ってるけどもおかしいんじゃうみんなの言ってる学校、うん、うちの学校にホルマリン漬けの標本なんかなかったよっていう学校だってある可能性がある、うんうん、そのからうちの学校には標本がいっぱいあったとかっていうのがあったり、うん、するんですけれどもあの全部に該当するわけでもなければ全く該当しないだとかっていうふうな極端な振れ幅を言うの方にはあの行かないようにしてるので、うん、相対論としてどうなってるのかっていうと。 あのー、ということで、えー、大事にしてい,いるのが鍵のかかってない教室の話ばっかりが詰まってるわけではないだろう、うん、ということだとか、うん、職員室に鍵がないという学校だってあるだろうみたいなことを、うん、言ってたらそれは話の都合のええようにあの物事を書き換えているだけであって該当しない人にとっては最初の定正からしておかしいんちゃうその学校、うん、っていうふうになってしまうふうに取られても会議に直接入り込まれ 入り込むことができないっていうところにあのちょっとねあの問題がいろいろあるのではないかなと思ってたりするから、うん、僕は書き物の中で学校の階段に負けたっていうふうん、えっと,、ねえー、っと学校の階段というよりもえー、っとね、えー、っと公文社から出ている異業シリーズの中に「学校」というテーマイラストレーションは、うん、あの伊藤潤二先生が書いてましたけれども、うん、この時に「 あのー、学校の階段に負けたって話を僕書かれてました僕も読みましたし書いてます持ってますもちろん、うん、まとめるとおかしいっていう風にであれを見て学校の階段の概念っていうのが変わったっていう人たくさんいるんですようん、うん、当たり前のように見てて当たり前のように思ってたけれどもあれを見た時に、うん、大人が語るという「 取材系会談の人間の学校の怪談の捉え方と、うん、読み物として子どもが喜んで騒ぐ学校の怪談では性質が全然違うのだ、うん、ということが分かったっていう人がで言われるまで分からなかったっていう人多かった、うん、うん、その話で成立してたらええやんっていうふうに。うんうんうん まあ、鍵なんかどうでもええやんみたいな <laughs>。そう、その通り。いやセキ,セキュリティよっていう話するんで。<laughs> まあね、大人の理由で言うと、うん、で、鍵なんかどうでも、あのー、うん、ええやんって。あのう、ー、いうことになるんだったらば。あのう、ー、学校が全部終わった後、校門なんてしめんでええやん。<laughs> うん、<laughs> ああ、そうですね。とか、うん、校舎の建物の入り口しめんでええやん。うん、窓なんてかか、鍵がなくて、いつでも開けようと思ったら、開けれるもんで、あのー えやんっていうことになってくるとどこにでも会が紛れ込んでおかしいことになんか事実上出会わへんだけやんかっていうふうになると思うんですよ。出ううように都合いことばかかりできてるわけだからっていうふうになってくるこの異さっていうあの異なるさっていうものを注視しておきたかったりするのは会談って会議が揃っていたら成立するものではないというのが僕の考え方です。ななぜならば 怪があるだけだけど怪談じゃないからになってしまうからです、うん、でそれがありだと何かって言ったら設定ええ無視して怪異ばっかりで物ができる話になるわけですよねうん、うん、7階にね幽霊が出る幽霊が出るってずっと言われてるんですよって見た人も多いって言うんですでも何よりの謎はうち4回しかないんです <laughs> いやいや怪異があるのはえい,いけどあのー 7階ってどっから来てんのっていう風になるでしょ。おも、うん、ね。それ宙に浮いてるって話なのとか、どうのコロナなったりするわけですよね。うん、目撃の解があるのはええけれども、あの設定どうでもええというわけでは。うん、例えばないっていうことってあると思うんですね。こんな利用極端な例を出すなっていうのは、まあもちろんその通りなんですけど、あのー、おかしくないですか？その状況。 っていうことというのも全部含めておかないとだって。取材にならないもんっていうね。うん、取材してたらそんなこと起こらへんもん。うん、と思うわけですね。取材もしてない。あの思いつきで考えたことということっていうのの話は話で別にいいですよ。っていうに、うん、でみんな怖がらせて面白がらせれるのも、あの階段の側面の持つあの。それこそ。 あの修学旅行会談的にも OK なんじゃないんですかっていうところだったりしますがあの体験者がいて取材を待ってして突っ込むだけ突っ込んであどうやらほんまにあった本当に体験されたみたいなんだっていうことを集めてる人間からしてみたらそんなことどうでもええやんということってできたらあんまり含めたくないわけですよ。分かっていても本には書かかないいですよ分かっていても確認を取るために聞いてるのであってというとこですけれども書くのにも喋るのにも場所も土地も人の名前も 言いません、うん、っていうのがあのー、あることはあるんですけれどもでも話す以上は埋めてからこの話をしてますそうですよね、まあ、鍵のかかる学校やったのか、うん、鍵のかかってない学校でどの話なのかっていうだけの話でねそこですよね、うん、この話一歩間違ったら、うん、全く鍵のない学校って鍵だよねっていう風に取られるっていう可能性もあるんです、うん、本当にそんな学校あるの怖、うん、みたいな風になってだから あのーまあ、田舎でのんびりした考え方だなと思ったりするけれども、うんあのー、教室に物を盗む人が入らないという前提、うん、教室から物が盗まれないという人たちばかりの土地、うんうん、あるいはあの学校は学び屋であって鍵などというような、あのー、遮断する目的のもの拒絶を目的とするものなどあってはならないのだというきれいな,な あの何かによって作られてずっと続いているという素晴らしい学校というテーゼっていうのには結びつくというのに他ならなかったりするだけですけど、うん、それが故に都会の目からむる見るとなんて不用心だとかなんての設計ミスだとかあるいはなんて人の信用しすぎる考え方鍵がなくて平気なんだ疑問も思わないんだっていう人はその後やがてち別な 小学校で,、うん、ではなくて中学校に行ったら鍵がかかってたりびっくりするとか高校に行ったら鍵がかかってるからあるからびっくりするっていう形に出会うという衝撃を逆に経験されてるのではないかなと思うのでその鍵のある学校とにやがて通い始めた時の、あのー、気持ちっていうのを一緒に書いてくれたらねちょっと嬉しかったというかあ世の中のわあこっちの方が大多数なんだっていうのをう 分かった時っていうのは、その村の常識が変わった時。ですよね。こんなもの誰でもありますよ。多分、小さなことから言うと。鍵一つとは言えね。子供の頃、友達の時に。あ、あの、せっかくやから、晩ご飯食べていくっていう時に、出た時の卵焼きが甘かった時のカルチャーショック。うちの卵焼き、あ、甘くないんで、だしと醤油でできてるから。お、お、お菓子みたい。っていうふうに言ったのを覚えてるけど、え、甘いの?。っていうふうに。で。 だとかね、うん、あのうちのおふくろは富山出身なのであのお雑煮っておすましだったんですよところが隣ん家にただの隣ですよ、うん、隣ん家にあのお雑煮食べるって食べた白味噌だったんです、うん、京都とかないんかなまあ関西の人間やったりするからねって、うん、まあお味噌だったんですよ、うん、なんで味噌汁でお雑煮作るのこれやったらおつゆやんかっていうふうに、ん、あ,あの僕にとってはその、うん お,お味噌汁のお雑煮はおつゆの部類に入る流れに見えたりする時の、うんまあ、カルチャーショックって言えばいいですかね、うん、でも気が付いてみたら周りがほとんど味噌の人で、うん、おすましの方が少なかったっていう、うん、うちがおかしいやそれも他の家で食べたからなんか分かったようなことでますよねそう,ね、うん、そうだからその時の僕は子どもの頃からのお,すましって、ね、あのお雑煮はおすましであるのが常識であるっていうことって言ってはいかん言葉だったりするわけ。うん ですよね多分、うん、それは何でかって言ったら周りがみんな「そんなわけないやんか」ってクラス全員が言うわけですよっていうことになったりするからっていうとこだったりするからこの一例をもってして全部は語られへんよねっていうことって十分承知しているつもりだったりしますからご指摘の通りだったりするんですけどそれでも昔のことということをのぞくにしてみても鍵が全然ついてない学校に通われていたというのは実に羨ましく素晴らしいと思います。そ、うん、そんなそんなな学校ね そういうことで成立していて何の問題もないというその,あの環境感ということがすごくて素晴らしいと言わずしてどううしようかと思う、うん、まあ、あのー、そんな中で<ん>、えー、本日の二通目のお便りがあるんですけどあ,あるのごめんなさい一応ね、うんあのー、今回の収録の中で最後のお便りになるんですけども、うんうん、まあ最後にふさわしい人かもしれないです。<え>まあはい ええー、木原さん、日月さん、松山さん、高松さん劇、こんばんは。こんばんは。高松です。ちょ、っと待って。ちょっと待ってまず、まず始める前に一言言わせてくれ。 俺名前やった、丹ちゃん名前やった、洋子ちゃん名前やったわかるけど、なんで兄貴付き名上に高まさやねん。多分おそんな名前の人いましたよ。同じ名前同じ名前の。そう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 。兄貴ということは年下ですね。ですかねブラザー。あももしくはもう心の兄貴として。ありがとうございます。佐々木じないねんな。木原先生。はい。二月二十二日の放送では品性に欠けるお題だったにもかかわらずご丁寧にお答えいただき誠にありがとうございます。なやったっけ。系の話や。系です。はい。たたたた系。うん。 さて今回は貧性下劣ではない高政っぽいお題を考えてみました、うん、<laughs> こ,この流れでいくわけやね、うん、私は昨年まで離島でチェーンソーを使って外来植物の駆除伐採等をやっていました大きいもの切って貼ってんねそのチェーンソーですが13日の金曜日のジェイソンの狂気であるとよく間違われています その辺の解説を手短にホラー好きの高松騒ぎ機にお願いしますそしてお題はチェーンソーということで何かお話があればお聞きしたいです,すいよろしくお願いします追伸皆さんのサインが欲しいですいサインはいくらでもしますね、はい、言いたいこと全部詰め込んで、はいえー、来られます、ね、サイン欲しかったら返信用のですね、はい、あのー、切手の貼った封筒と同時に色紙を送ってきてくださいなは、ね、入賞もね あででそれでまずジェイソンはねジェイソンちゃいますからね悪魔の生贄のレザーフェイスの競技ですからこれはもうずっと混同されてますよねここで今正しとかないね正しとかないなんかやっぱこう好きな人にとってはそうそうそう違うとねジェイソンは基本なたですそうなとか斧とかうサクッとね割割りますせ切りますせ系その辺にあるようなもんとかねそう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 いうのを使うのが非常にうまいうまいうまいって別に知り合いでもそれが聞きたいというモテるではない。 チェーンソーのいや詳しく,よくはないですよ。それが聞きたい 訂正してほしいってことですよねこれチェーンソーはレザーフェイスの狂気だとだから全く違う人の象徴的なものなんですよっていうところでこれは正したということで木原さんへのいやまあええやんホラーやねんからみたいなチェーンソーのチェーンソーですチェーンソーでもあるんですからあるかそれはもうねそうですよねちょっとあれななんか広いもうちょっと広いあるかっていうのをなぜあるかっていうと まず1チェーンソーって近代中の近代のもの近代中の近代一般の人はなかなか使わないですからねあれだって誰でも使えるわけでゃないでしょ2つ目がね大むねですけれどもね今は電動の絵のが出てたりはしますけれどもそれでもそれは小枝を切るものであって本来のチェーンソーってまあ大木を切るた多んですねでっかいですもんねありますよね。つまりどううういいことととか ほぼ純職業に類するというようなうまあ家あの家としての任務としてそれをしなければならないというところでないと標準装備にチェーンソーはまあないです確かにあじゃあチェーンソーつながりでその林業の方のなんか会とかいうのはあります林業の方が体験した会山の中でもしかしたらねあ,あるかも清<や>を切る清を切るという点まで広げてくれるとだけれども<や>僕の本家は 広島県の世羅郡世羅町にあるおあの山の中にあったんですよ。ええ、あったんですよっていうのは本家そのままにあるんですけど、ええ、あの下まで降りるのが大変なので、ええ、あの山裾に家を移したんですね。うん、でただ僕が小学校の時には山の上にあって、うん、へなあのくね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 したあのつづら折りの山道を登っていかないともちろん舗装なんかされてませんを、うん、車で上に上がったところにあったわけですね。ええ、うんだから子供の頃からら子の頃 本家に行くということは車で行くということを意味してるんです下から歩いて登れるような代物ではなかったんですよ距離が大変だったりするからポツンと一軒家みたいな感じでテレビでそういう感じですよねまあね隣まで2 0 0ルはあったかなうねうね道を通って見えるんだけどもまっすぐで行くと近いんだけどまっすぐはいけない大変だそれはもうはいでえ 2回目に、あのー、その本家いわばやっぱ実家っていうのに、うんあのー、帰った時のこと、あのー、夜中におしっこで目が覚めるんですよ、ええ、夏のことでしたっていうに、うん、あに、のー、時間がね3時をちょっと過ぎたんやと思うっていうに仏間で寝てたんですけどもね、ええあのー、大きな柱時計が、あのー、目が覚めてね真夜中でねこんなうるさい音するっていうぐらい と振り子が揺れてるっていうので、ええ、起きておしっこ行きたいなでも怖いなその当時おしっこ外にあったんですよトイレは風呂場とトイレが一緒になってるけれども草履入って、うん、庭を横切っていかんとあのトイレに行かれかた離れです夜は怖いですよねでそれはそうなんですよあの田舎で山の中という,いうことですから、うん、あの農家なわけですよ、うん、だから離れたところに あの風呂とトイレが一緒になってる風呂の水はそのまま山,山の斜面から流れていって、うん、あの田んぼとかに流れ畑に流れていくわけですね,ねで。トイレはそこから汲み出してすぐとににう、うん、いうふうにだからえらい時に起きたもんだなあと思って、うん、もうちょっとであの朝になって明るくなるかなと思ったからこそ時計を見たらうわまだ3時半やぐらいなもんだったりしたのでよく覚えているっていうところで、うん、どうしよう行こうかな行くの怖いなあと思って。 いるその時「コ,ーン,コーン」と斧で木を切聞こえてきたす、えー、少なくとも斧で切り「おので気を切ろう」としてる音にしか僕には聞こえなかったんですよ、うん、そのタイミングといい、うん、間が結構空いてるから気に向かって「コーン」 と抜いてもう一回振り上げて,いて勢いをつくめて、うん、狙いを定めてブーンーというワンばかりのこの間があったから余計木こりさんが仕事してると思ったんですよ。あ木こりさんって朝早くから仕事すするんだすげーなってううにずーっと聞きながらこんな真っ暗なまだ真っ暗な。 山の中で容器が切れるなという考えにすぐ行くんですよ、うん、そもそも暗いのが怖いから取りに行かれへんわけだから <laughs>、うんうん、山の中やったらなおのこと、うん、すんごい遠くから聞,ける聞こえるのかもしれないけどもすごくはっきり聞こえるっていう、うん、いや木こにいやさんじゃないんじゃないのっていうふうに思い始めるのは、うん、あのー。 トークで言うとこんなに間が空いてるんだと言わんばかりの実際はもっと空いてたかもわからないっていうタイミングで「コーン」と聞こえるこれがねあまりにもリズムよくずっと続いてくると「この人休まへんの?うん」と思ってるうちにん「んこれほんまに聞こえの音なん?」っていうふうに思うと怖さ倍増ですよ。つまり 物事がよく分かりすすぎる小学校3年生やったわけですね、うん、だんだん聞,聞いてるうちに「黙って聞いてりゃおかしいことが気が付き始めてくるやんけお前」みたいに思ってるわけですよ「うん、気がつかんでええのに」っていうところだったりするから、うん、あの足をキュッと締めて、うん、お股に両手を入れてクーッとねあの丸くなって「我慢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 」みたいなことをやってたりするんですよ。うん、そのうち ほんんのちちょっと、あのー、睡眠に落ちるんですふ、ね、っ、うん、と。と、あのー、上が、あのー、障子、うん、でで、あのー、スリガラスっぽいのが入っていたりガラスが一枚入っていたりして、うん、で板になっているて引き戸の向こうが明るくなっているのが見えてきたっていうに、うん、あ日が昇ろうとしてるからもうおしっこに行けるっていう時には。 あんなに怖かっったはずの,あの音が聞こえなくなくていた、うん、時間はねもう5時をちょっと過ぎてたんじゃなかったかな朝日が入るっていうことでもなかったけれどもって、うん、いうとこでもうまあまあいっていうで何より心強かったのが田舎なんでおばあちゃんが起きて朝,げの支度朝ごはんの支度をするのが早かったから、うん、あのトン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 っていうねなんか台所でなんか切ってるって音が聞こえてきて。うん る感じがするっていうに忙しく動いてるっぽい音、うん、あ気配があるからっていうんであのトイレにあの行けて帰ってきたっていうにで朝ごはんの時に、あのー「朝早くから木こりさんって仕事しててすごいね」っていう話をしたら「うんうん、木こりどうして?」って言ったら「いや小野出来を切り倒す音が聞こえてたから」っていうに「ひろかずくん。 あのいくら山ん中でも今どき斧で木切ったりせえへんよ、うん、っていうこともそうだけどそんなねつまりいいつまでたっても木が倒れないこととうこ意味すするわけですようん、うん、そんな大木ないよっていうこともあるしそんな大木がいろいろあって職業として林業は成立してへんよ、うん、みたいなものだったりもするし。 真っ暗な山の中で木こりが斧のでき切り倒さへんことを、うん、切り倒せないでしょ明かりもないのにっていうか明るい時にやればええやんか、うん、そもそもそこですよねそう <laughs> 気が倒れたら危ないねんもんその通りうん、うん、全くその通りうんあのー、明るい時にやらへんかったらっていうか明るい時でやることの方に意味があるっていうことだったりするから、うん、田植えを夜中にせえへんでしょっていうのと同じようなもん。うんうん ですね、見えててこそ何もの職業やったりするわけだからっていうことを全部含んで、うん、そんな時間に木こりが今時斧で木を切ったりせえへんよっていう話をやった時にものすごい長い間聞いてた20分や30分ではない時間お,<ー>おしっこを我慢してる間中ずっと聞いてたその音というのが、うん、仏間で聞いたその、あのー、音というのが、うん、今も忘れられへんよ、うん、思い出してタイミングで喋れるぐらいだったりするからっていう、ね。うんうん でこれは僕にとってはいわゆる木こりさんの幽霊のの話なわけですよ子供の僕にとっては幽霊ってことを使ってましたからね「木こりさん幽霊気を切るあの幽霊」というのがいてそれは倒れるか倒れないか関係なくとと木を切っているといいるるう幽霊がいるのだ姿は見えないけれどもいわゆる音の回やね<ー>音をずっと出しているのだっていうのがあるっていうのが新耳は書いたこれは。 音だけが聞こえ続けてる。うん、でこれはね、うん、僕の頭の中では木こりさんなんだ。<ー>ですよ。でうんあのー、チェーンソーのの会議っていうのって、うん、これになぞらえて言うんだったらっ音以外の会議ないんじゃない？ああまあ確かにそうかもしれないですね。やっぱりあのー、こう大きなああいうエンジン音っていうんですかね。うん、まあやっぱりああいうのになってきますからね。あのタイトルの着眼点としては面白かったりするのって。うん ホラーの殺人狂気としての定番のものというのは階段の中には潜り込むのだろうかなかなかないんちゃいますか工具とかねそういうことですねおそやし金槌とか普通ののこぎりでもなかなかないんちゃいますかいってそうだねこれ映画として面白いのは道具として派手だから人の体に触れたらスプラッシュっていうのがあって。 あの画面的にも派手だからっていうこともあるのとは全く別に、うん、あれほどの音をモーター音で立てても誰もやってこないのである陸の孤島であるということを証明する材料でもあるから、うん、こんだけの音で追っかけ回されてるのに。 誰も助けに来ないテキサスの穴ね、うんうん、そうですねその通りですね、うん、まさにテキサスチェーンソーまさかってやつですね、うん、あのー、こんなことがあっても大丈夫なぐらいの孤立感の中では逃げ切るのか殺されるのか、うん、どっちかのような緊迫感があるという道具であるとはあのー、思うんですよ、うん、しかもね斧とかナイフみたいにガーンと刺さったら一瞬抜けないっていうことがない。うんうん っていうのってちょっと便利だけれどもこれね昔のやつはねエンジンで動くものだったりするので、うん、重いんですわ、うん、でこれをね軽々と片手で持って歩くこの男の力の凶器っていうのもあの恐怖でなるほど思うんですよ、うん、あれ両手でもたんと長い間持ってるやつは重い、うん、これをずっと片手で持ってて使う時だけ両手で目的物というのがぶれないように支えて着る っていうこの腕力の凄さっていうのもまたね映画の恐怖に一役は勝ってるとは、うん、あの思いますっていうとこですけどだからこそホラーの材料であるけれども怪談の材料ではないんと思うんですね怪談とホラーというのを区別する点においても怖がるだけでつまり幽霊は人を殺さないっていう怪談と 幽霊ではないんだから人を殺すっていうホラーだったりするわけですんでなぜ作り物ですからホラーってあのなのであの本当にねホラーと階段が一緒に共存できる日本って不思議やなですねだからまたそういう明確な違いもこう唱え続けていくべきじゃないですかねこの番組でもやっぱりはいさあ告知の方でいきましょう松山勘十郎はえ次の大衆プロレス松山座は8月6日。 日曜日、ええー、いの大阪のいくの区民センターで十五時から行われます。暑い季節ではあると思いますけれども、皆さんぜひ生の動いてる松山勘十郎に会いに来てください。よろしくお願いします。徐々に日程が近づいてきたね。そうなんですよ。はい、日付横は日付横で検索してください。ええー、いろいろやってると思います。六月の最終金曜日の十時から。 えー、ニコニコ生放送、九段ちゃん暗殺計画、うううかっこ仮まだ九段ちゃんは兵庫県立歴史博物館から帰ってきてないはずですけれども、えー、ぜひとも九段ちゃんの番組、最新の怪異映像をお見せするシリーズをやってますので、ご期待いただきたい。で、明日の別冊怪談ラジオはですね、はいまあ、ある意味裏話になるんでしょうかね、2> はい、第2回配信なんで、皆さん。 えー、前哨戦に過ぎません。2> えー、第2回もまだ取ってないですけど、うん、第3回もあの第4回もあの前哨戦かも分かりませんけれどもあの話さないと言ってるのではなくて、うん、話に必要だと思ってることを話して、えー、外堀から順に埋めて。うん あのー、自分の考えや気持ちを話していきたいと思います。でなぜ今まで木原さんがね、話さなかったのかも、うん、これで分かっていくとは思います。うんね、から、もう、えー、そんな話ばっかりする。るぜひ、はい、てください。えー、こう期待でございます。番組では、別冊怪談ラジオを販売しております。ちょっと普通の地上波のラジオでは、放送できない僕の体験を、うん、あのー、語っています。詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひとも。 お買いいい求めいただければと思いますメールの宛先はぜひ本物の怖い話を私に教えてください。